皆さんこんにちは。高校野球 .com の栗崎です。今回は愛知県が誇る高校野球の名門校、愛工大名電に訪問しました。愛工大名電といえばメジャーリーグで活躍したイチローさんをはじめ数多くのプロ野球選手を輩出するだけでなく、春9回夏12回の計21回の甲子園出場の実績があり、全国制覇も経験した文字通りの名門校です。そんな愛工大名電はどんな練習を行っているのか、1日の練習に密着させていただきました。愛知県の春日井市にグラウンドと寮がある愛工大名電、取材当日は9時半頃から練習が開始されました。練習はまずランニングを行い、その後ファウルゾーンでストレッチなどを行っていきます。その後ウォーミングアップの終わりには選手たちが脈拍のチェックをする時間を作り、体の状態をチェックします。これは同じメニューでも選手によって体の温まり具合が違うため、その日の体調やコンディションを把握するために実施しているそうです。理想の脈拍は150と目安が設定されていますが、取材当日はウォーミングアップの時間の関係などから120から130程度になるようにし、野手はキャッチボールへと移っていきます。キャッチボールではまず1対1で肩を温めていき、後半は6人のグループとなって遠投、そして塁間の距離でのクイックを入れていきます。その後トスバッティングを実施しますが、愛工大名電のトスバッティングはなんと5種類あり、1種目20球、合計100球を行います。また足元は地面を感じるためにタビを履いています。倉野監督にとってトスバッティングはかなり重要なメニューとのことで、そのこだわりの強さも伝わってきました。トスバッティングまで終わると今度はティーバッティングに移ります。4カ所に分かれてバックネットに向かって打ち込みますが、その後方には何やら数字が表示されています。実はこの数字、なんと選手たちのスイングスピードなんです。愛工大名電には球速はもちろん、スイングスピードや回転数などさまざまな測定機器があり、瞬時に数値を測定することが可能です。数字が常に出てくることで選手たちは高いモチベーションで練習ができています。午前中の最後はゲームバッティング。この日はノーアウトランナーなしからの試合形式で行い、強豪校ならではの緊張感がグラウンドに漂っていました。ここからは投手陣の練習メニューを紹介します。野手がキャッチボールをしている間、投手陣はチューブを用いて入念にストレッチ、自身の可動域を目いっぱい広げながらしっかりと体を温めたところでキャッチボールに入っていきます。そして投手陣のキャッチボールを見ていくと気になるアイテムが3つありました。選手たちはソフトボールと重さの違う2種類のボールを投げ分けています。これは選手それぞれが持つ速筋・神経系の強化を行うために投げ分けているそうで、大きく重たいボールを投げることで普通のボールを投げるときにより鋭く腕が振れるようにすることが目的とのこと。短い距離ですがこの練習をすることで腕を素早く振れるようになったと選手たちは効果を感じているようです。キャッチボールが終わると今度はフィールディングの練習に取り組み、また対角線でのキャッチボールも行います。最初は勢いをつけて鋭いライナー性のボールを投げ込んでいく選手たちですが、これは体を大きく使ったフォームを覚える目的があります。そこから勢いをあまり使わずに対角線、そして最後は 20m ほどの距離に縮めることでフォームや投げる感覚を徐々にマウンドで使えるように調整していきます。またこの練習を通じて伸びのあるボールを投げ込めるようにすることも目的の一つです。その後野手に合流してティーバッティングやゲームバッティングに参加、野手にも負けない打球を飛ばしていました。ゲームバッティングが終わるとお昼休憩、寮に戻りお昼ご飯を食べます。この日はピラフにハンバーグが乗った栄養満点のメニュー、とても美味しそうでした。栄養満点のお昼ご飯で元気になった選手たちは午後も引き続きゲームバッティングに取り組み、その後もノック、トレーニングとメニューをこなしていきます。そして最後は全員で素振り。素振りでは2本のバットを同時に持ってスイングします。スイングに必要な筋力、さらには握力なども同時に鍛えることができ、またパートナーが1スイングごとに振るポイントを変えるなど、素振り一つにもさまざまな工夫を凝らすのが愛工大名電流です。最後は校歌を歌い、グラウンドに挨拶をして17時頃には全体練習が終了。その後は各自での自主練習や洗濯、入浴、夕食を済ませ、夜10時には消灯になります。このような流れで愛工大名電の選手たちは野球漬けの一日を終えるのです。秋季大会では地区予選を勝ち抜いて県大会への出場をつかみましたが、2回戦で愛三大三河に敗れ、大きな課題が残りました。選手全員がちょっと焦りもあったんで、そこでエラーも含めてうまいこといかずに、近年は東邦、そして中京大中京が全国の舞台で結果を残しており、同じ愛知私学4強である愛工大名電にとって春はプライドをかけて上位進出を狙う大会となります。3年ぶりに甲子園出場を果たすためにも、勝負の冬に臨む選手たちに最後に春以降の意気込みを聞かせていただきました。全てにおいて1番という数字を取らないといけないと思うので、やっぱり春の大会も1番を取って、夏の大会も1番を取って甲子園に行かないといけないと思うので、そこは1番を取れるように、冬頑張っていきたいと思います。理想はストレートでどんどん押せて、大事なとこでは変化球で三振取れたり、まっすぐで三振取れるようにピッチャーになることを目標にして頑張ります。東邦高校生や中京大中京さんのね、強いチームやそういう甲子園での実績にね、負けないように今やってますから、必ずそれは追いつきを生かせる時期が近々来ると確信してます。愛工大名電の皆さん、一日取材をさせていただきありがとうございました。次回は施設を一挙紹介していきたいと思います。寮の中もご案内いただき、愛工大名電の選手たちの暮らしぶりも紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに。